なっていらんかなって会話してたら割と人いるでしょキャリーに入らなくて手持ちで持っていくことになるからあんまり、会えたらいいねってぐらいの、自分が欲しいもの持っていこうかな。梅干しなんだけど、あ、美味しいね。お菓子でも梅干しは喜んでもらいますけど、梅干し大好き。カリカリ梅とか好きよ。わかる。疲れてるのか、ね、塩分を求めてるんだって。ポテトチップスとか大好き。自分が欲しいもの入れておくと、送ったろっかなって思った人が送ってくれるやつなんだけど、それで送らなくても、あ、この人は塩気があるものが好きなんだなとかさ、あ、これのアレルギーないんだなとか分かるからさ、いいなって思ったり。でもなんかすごいクレってやってる感が出ると嫌だなと思って作ってないけど、全然食べれないけどね。そうそうそう、何もアレルギーとかはないから食べるんだけど、好んで食べないんだけど。そうなんだよね。わがままだから食べるタイミングがないってだけなんだよね。そう、甘いもの食べるときはさ、コーヒーを準備しますとかなるから割と準備はね、そうめんどくさい。おやつ食べれる日ってのが少ないもん、そっちか。